前月の2023年10月中旬、日本の防衛装備庁は開発中の兵器であるレールガンを艦艇に搭載し、世界で初の試みとなる洋上での同兵器の発射テストを実施したことを、公式の SNS 上にも画像として公開していたよ。このレールガンの発射テストの実施にあたって防衛装備庁は、その実施場所海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名称は伏せた状況であったが、大方の予想通り試験艦のアスカであることが判明したぜ。今回はそんな世界初の洋上からのレールガンの発射テストに成功した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊の試験艦であるアスカは現状では同隊が唯一保有運用している。その名の通りの各種の新型の艦艇用の装備品のテストを担う専用の艦艇であり、このことからレールガンのテストでも使用されたものと予想されていたんだ。くしくもその予想を防衛装備庁自身が認める見解を示したことで、多くの関係者の想定通りであった事実が確認された形となったわけだけど、個人的にはかなり容易に想像がつく本件の実施艦艇名を当初は伏せた理由の方が、不可思議に感じられたよ。そこには防衛上の機密を保持するという政治的な課題が横たわっていたのかもしれないが、いずれ公表するつもりであったことを考慮しても、わずか半月ほどであっさりと試験艦アスカであることを認めた真意は正直よくわからないよな。ただし防衛装備庁は、今回の試験艦アスカが発射テストを実施したとされるレールガンそのものについては、これまで地上において発射テストを行ってきたものと同一であるとは認めておらず、こちらは伏せたままの状態だぜ。これまで防衛装備庁が陸上にて発射テストを実施してきたレールガンは、口径にして 40mm の規格のものから、重量 300g の弾丸を 20MJ の運動エネルギーを発生させて発射する単発式の仕様となっていたね。今回の試験艦アスカに搭載されたレールガンは、この従来までの 40mm 口径のものではなく、艦艇搭載用にさらに小口径に変更したものではないかとの予想がなされて入るけど、こちらは現時点では明かされていないみたい。そうした情報の取得の意図を防衛装備庁側では、テスト発射に使用したレールガンの使用を明かすことは、その射程距離や破壊力を仮想敵国に悟られないようにすることを目的にしている、と表現するに留めているんだ。そのため具体的な今回のレールガンの使用はまだ詳細は不明という状況が続いているが、2024年度の防衛予算の概算要求でも238億円の開発費が計上されており、実用化に向けた開発を継続する姿勢を崩してはいないぜ。さて今回のレールガンの洋上での発射テストの舞台となった試験艦アスカなんだけど、決して新しい艦艇ではなく、1933年4月に寄港、翌1994年6月に浸水、さらにその翌年の1995年3月に収益と慣例はすでに29年目に到達しているよ。海上自衛隊の試験艦アスカは同型艦は建造されていないただ一隻の艦艇だけど、基準排水量は4250トン、満載排水量は6200トン、全長は 151.0 メートル。全幅は 17.3 メートルの艦隊を持ち、ガスタービン機関2機と発電機1機を備える COGLAG 方式を採用していたんだ。この試験艦アスカに搭載された COGLAG 方式の機関部は、最大で4万3000馬力を発射せ、これによって最大速力も27ノット以上を発揮する仕様となっており、試験艦という特性を考慮した場合、かなり強力な仕様だと感じられるね。この機関構成自体も試験艦アスカではテストのために海上自衛隊の艦艇としては初めて採用された形式であったが、機関部のテストを終えた後は発電機は他の艦に転用されており、稼働に大電力が必要なレールガンのためには対策が施されたのだろう。試験艦アスカでも艦尾には多くの護衛艦と同様に回転翼機用の飛行甲板が装備されており、SH-60J などの回転翼機を運用することが可能であり、それらを収容することのできる格納庫も常設されているらしい。1995年3月に収益を開始した時点での試験艦アスカは、
当時の海上自衛隊内に置かれていた開発指導隊群の艦艇として横須賀を母港として配備されたが、今年の2023年4月には同群が廃止され、新設された技術評価開発隊へと所属が変更されているぜ。試験艦飛鳥は、ほぼ同時期となる1996年から2002年にかけて全9隻が建造された汎用護衛艦である村雨型と似た規模であり、村雨型は基準排水量が4550トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルとなっているな。ただし村雨型は異なる2種類のガスタービン機関を各2機ずつ備える COGAG 方式を採用しており、これによって最大で6万馬力を発射せ、最大速力も30ノット以上を発揮する仕様で、実戦に向けた強力なスペックを実現させているよ。さて試験艦飛鳥に話を戻せば、試験艦の名に恥じぬ各種装備のテストを収益時から数多くこなしており、前述した COGLAG 方式の機関部をはじめ、OQQ21 ソーナー、射撃管制式システムの FCS3 等を直後から実施しているね。その後も試験艦朝日では海上自衛隊の C4I システムであるNOAI90 や、各種の護衛艦が搭載するマーク 41VLS から運用可能な新型の7式垂直発射魚雷投射ロケット、水上戦闘艦用の単魚雷1蓋式魚雷等の対潜兵装のテストに従事したんだ。また近年では陸上自衛隊が装備する1蓋式地対艦誘導弾等の艦艇搭載型となった17式艦対艦誘導弾のテストも実施しており、著しく長射程化が進んでいる同分野の兵装開発においても、大きな貢献を果たしているぜ。こうした各種の海上自衛隊の艦艇用の各種の装備のテストを実施してきた試験艦朝日の経歴を振り返れば、冒頭でも述べた通り今回のレールガンにおいても真っ先にテストに使用されるであろうことは多くの関係者に予期されていたと思われるな。防衛装備庁では今回のレールガンの洋上発射テストの目的を、敵の航空目標及び海上目標から海上自衛隊の艦艇に対する攻撃から防御するための一手段として、実用化を急ぐ観点から行ったものであるとコメントしているよ。レールガンはご存知の通り従来の艦載砲の火砲と異なり、弾頭弾丸を削薬の力ではなく、電力とローレンツ力を使用し磁場を発生させることで発射する兵器であり、原理的にはかなりの高初速でその発射が可能となるんだ。こうした新機軸の兵器開発においては、当然のことではあるが世界最強の軍事予算とそれに裏付けられたアメリカ軍が先行しており、同国の航空母艦の新装備である電磁式カタパルトの開発に従事しているゼネラルアトミック社や、イギリスの BAE システムズ社が取り組んできたよ。この取り組みの結果、2010年にはアメリカ海軍は BAE システムズ社を中心としたレールガンの試作機によって、10.4kg の砲弾弾丸を 33MJ の運動エネルギーで発射することに成功しているぜ。このテスト結果を踏まえた上でアメリカ海軍は2020年の実用化を目指し、最大射程距離でおよそ 160km を目標に毎分10発の発射を可能とするレールガンを開発することを決め、その計画を進めていたな。しかしこのレールガンの使用を実現するにあたっては、少なくとも 25MJ の電力が必要となり、現状アメリカ海軍が保有する水上戦闘艦の中でそのスペックを持つ艦艇は、建造費の高騰でわずか3隻の建造に止まったズムボルト級しか存在しなかったんだよね。当時もそして2023年現在もアメリカ海軍の主力を占めるイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、電力の予備はおよそ 9MJ ほどしかなく、仮にレールガンを搭載するとなれば大幅な電力供給力の拡張を行う必要が生じるんだ。この電力供給量を既存のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現しようとした場合、現状の装備を一部撤去して新たな電力供給元を搭載する必要があったが、それに加え弾頭弾丸を誘導する仕組みも組み込むことが求められたぜ。これらの課題が山積する中で、およそ 1000km 以上の長射程を備え、かつ極超音速で飛翔する新型ミサイルの開発が進み、わずか 160km ほどの射程距離しか持たないレールガンの必要性は薄れてしまったってわけだ。
アメリカ軍としては既存の艦艇の主力兵装であるマーク 41VLS から運用可能な長射程の高速ミサイルを実用化した方が、圧倒的に汎用性と設備の改修の手間が少ないという結論に至り、レールガン開発は中止された形となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカが異例の24時間監視中の韓国 F-35A ステルス戦闘機が話題に上がっているね。アメリカは現在、この韓国へ引き渡された F-35A ステルス戦闘機に関して極秘にテストを行っているようだな。この厳重な措置は、情報漏洩やスパイ行為などの疑惑が絶えないためだぜ。今回はそんな韓国に引き渡された F-35A ステルス戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカ軍の空軍、海軍、海兵隊で運用されているロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング通派。日本の航空自衛隊においても現在の F-15J イーグルに代わるこの先の主力戦闘機として調達が進められている。対空対地対艦攻撃など他用途に対応可能な単発単座のマルチロール機だね。開発段階から多用途に使える第5世代ジェット戦闘機として開発され、開発計画では統合打撃戦闘機ジョイントストライクファイターとの名称が付けられていて、その略称である JSF と呼ばれることも多いよ。JSF という略称の通りに運用目的に合わせたほぼ同一の機体構造を用いた派生型があって、基本型の A 型は通常離着陸機コンベンショナルテイクオフ&ランディング CTOL、CTOLである。F-35A と垂直短距離離陸垂直着陸機ショートタケオフバーティカルランディング STOVL、ストーブルの F-35B、それと航空母艦で運用する艦上機 CV 型の F-35C という3つの派生型が製造されており、アメリカ軍では空軍に F-35A、海軍に F-35C、海兵隊には F-35B と F-35C を配備しているぜ。日本の航空自衛隊では F-35A を105機と F-35B を42機調達する計画で、すべての調達が完了すると西側諸国ではアメリカに次いで2番目の保有機数となり、2023年3月時点では F-35A が33機導入されて運用が始まっているほか、F-35B は2024年度末までに6機が調達されて宮崎県のニュータバル基地に配備される予定だな。防衛省では海上自衛隊のヘリコプター護衛艦であった出雲型護衛艦の出雲と加賀を改修して軽空母として運用することとして、2023年から両艦の空母化改修を開始しており、改修が完了すれば垂直短距離地着陸型 STOVL 機である航空自衛隊の F-35B を艦載機として、それぞれ10隻を搭載して運用すると見られているね。一方隣の韓国でも F-35A を導入する計画が進められており、当初60機を調達する計画であったもののひとまず40機に縮小され、2022年までに40機の需要を完了して独自にフリーダムナイトという愛称をつけて運用していたんだけど、2022年1月にバードストライクによって1機を胴体着陸させたために修理不可能な状態に陥っているために、現状では実質39機を保有している状況なんだ。縮小された20機の調達については最初2023年以降の予算で調達するとされており、2020年8月には A 型及び B 型をそれぞれ20機追加調達することを決定したとする韓国メディアの報道なども出たものの、現在もまだ検討段階であるとされているんだけど、日本の航空自衛隊に B 型が配備されることに対抗して残り20機については B 型を調達するのではないかとの憶測が出ているみたい。アメリカの外交関係専門誌によると、韓国軍は海軍が運用しているドクト給揚陸艦 LPH の後継として、3万トンクラスの大型輸送艦 LPH2 を2020年代の後半までに建造するとしているが、それが STOVL 機の運用能力を持つ軽空母になるのではないかとの見方が濃厚とされ、韓国単独で STOVL 機の開発は難しいことから F-35B を導入するのではとの憶測の根拠となっているな。この3万トンクラスの大型輸送艦が軽空母として建造されるとの話は、
2019年7月に韓国軍の幹部会議においてすでに決定されたとも伝えられていて、韓国の研究機関では F-35B 調達に向けた先行調査を行っているなどとの情報も伝えられていたぜ。新型艦はひとまずはヘリコプター揚陸艦 LPH に分類されているが、韓国メディアの朝鮮日報によると、韓国海軍がこれまで保有してきた既存の LPH と比較すると約 1.5 倍の規模となるんだ。現時点で韓国の LPH として運用されているドクト級揚陸艦の1番艦ドクトウと、2番艦ウマラ島の満載排水量は1万8800トン基準排水量1万4300トンであり、ウマラ島は基準排水量1万4500トン、満載排水量1万9300トン。日本の出雲型護衛艦が保有する出雲型護衛艦の満載排水量が2万6000トンであることから、それらと比較しても一回り大きな艦隊となることが予想されるね。そして韓国海軍の発表によれば、この建造予定の軽空母では16機の STOVL 機が搭載され、3000人の兵士、20台の上陸用装甲車を輸送する能力を備えるというぜ。ただし、この新型軽空母建造の話が持ち上がった2019年頃は、当時のムンジェイン大統領による過激な反日政策によって日韓関係が最悪の状況に落ち込んでいた時であり、2018年12月には日本海上で北朝鮮の遭難船を救助していたという韓国海軍のミサイル駆逐艦クアンゲトデワンが、その上空を紹介していた海上自衛隊第4航空軍に所属する P-1 哨戒機に対して、火器管制レーダーを照射するという事件があったな。水上艦艇が上空の航空機に対して火器管制レーダーを照射するということは、威嚇の段階を大きく超えて攻撃を加える意思があることを示すことから、日本と直接の同盟関係ではないもののアメリカを通して友好関係にあるはずだった韓国側の反日意識が、尋常ではないことが証明されたとして大問題となっているぞ。そのような状況下において日本の海上自衛隊の出雲型護衛艦が軽空母として回収され、F-35B を艦載機として運用する計画が韓国にもたらされたため、日本を仮想敵国と同様に見ていたと思われる韓国がそれに対抗しようと、日本と違って領海が狭く空母が必要ないにもかかわらず軽空母建造計画と F-35B の導入を考えたとしても何ら不思議なことではないよね。しかしながら韓国は、F-35B を導入しようにもすでに導入している A 型についてもその運用の上で大きな問題を抱えているんだ。F-35 の整備修理や機体のステルス塗装などのメンテナンスはアメリカ軍にとって長期密極秘事項であることから、アメリカ側が指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないよ。その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の愛知県の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場の3カ所しか設置されていないんだ。つまり韓国空軍の F-35A の整備修理は、韓国に最も近いのは愛知県小牧市にある三菱重工業小牧南工場に設けられた MRO&U で行われることになるのだが、ムンジェイン前大統領の露骨な反日政策によってそれまで両国政府による話し合いで解決済みであった徴用工問題が蒸し返され、さらに韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係の悪化を招き三菱重工業を敵視していたこともあり、日本側では韓国空軍 F-35 の整備受け入れは可能としていたにもかかわらず、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否したぜ。そのため戦術したバードストライクによって胴体着陸を実施して損傷した F-35A を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、輸送にかかる費用及び復帰するまでに相当の期間を要することになるといった問題があり、A 型よりもさらに複雑な機構を持つ F-35B の導入は困難と見られているな。しかし2024年になって、アメリカ国防総省のマット・ウィンター海軍中将が、世界的に MRO&U 機能を展開させて F-35 の稼働率を高めるとして、
25年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することを明らかにしたほか、F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域では日本とオーストラリアに加えて、韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたぞ。このことによって韓国でも F-35 の整備修理が可能になり、 F-35B の導入が現実的なものとなったんだけど、韓国では現在、第 4.5 世代の国産ジェット戦闘機 KF-21 ポラメの開発が進められていて、インドネシアとの共同開発でありながらインドシア側が支払う予定の開発費が滞り、韓国の防衛予算に大きな負担となっているとされ、国内から使い道のない軽空母建造や高額な F-35B に軍事予算を注ぎ込むべきではないとして反対する声が上り始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年4月14日付の読売新聞オンラインの読売新聞北京特派員の記事において、中国空軍の第5世代ステルス戦闘機ホロ 20J20 の開発製造元の中国国有企業中国航空工業集団の幹部による記者会見で、中国空軍が東シナ海及び南シナ海での飛行訓練を実施していることを明らかにしたと伝えているよ。中国航空工業集団の幹部によると、J20 は国産エンジンの開発に成功したことにより量産が進められていて、実戦部隊への配備が進んだ結果として、東シナ海及び南シナ海での訓練が半ば状態化しているとして、東シナ海においては実戦での戦闘を視野に入れた巡航訓練などが実施されているらしい。今回は中国の第5世代ステルス戦闘機 J20 の量産と配備が進んでいる件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国メディアによれば、以前より中国軍ではこの先の台湾有事を想定して、管轄である東部戦区の核飛行部隊に J20 の配備を2019年から進めているとされていたけど、今回の記者会見の内容が事実であれば、南シナ海を管轄とする南部戦区へも J20 の配属が進んでいることになるね。2022年3月19日に中国メディア会協会等が、3月14日に開催されたアメリカ空軍協会のミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションでの、アメリカ太平洋空軍司令官ケネス・ウィルスバッハ大将の発言として、東シナ海で J20 とアメリカ軍の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2が東シナ海で遭遇したと語ったと報じているよ。それによると、ウィルズバック司令官は F-35 在日アメリカ軍の海兵隊の F-35B か空軍の F-35A か、あるいは空母搭載の F-35C か、タイプなど詳細は不明が東シナ海で J20 に遭遇したことを認め、中国空軍の早期警戒艦機空 K500KJ500 との連携による飛行訓練を実施してようだとして、指揮と統制が取れているようで感銘を受けたと語ったというんだ。そして、ウィルズバック司令官はさらに J20 がどのような意図で開発が進められているのか、F-35 のような大気対艦攻撃などの任務をこなすマルチロールとなるのか、あるいは F-22 ラプターのように制空戦闘機となるのかは現時点ではわからないと語ったとされており、J20 の性能などについての言及はなかったと見られているな。ただ、このミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションについて報道している世界のメディアはほとんどなく、ウィルズバック司令官が J20 に感銘を受けたと語ったことを伝えているのは海峡回答のみだぜ。唯一、台湾通信がこのオンラインディスカッションのものと思われる記事を発しているが、ウィルズバック司令官の段として掲載されているのはウクライナ情勢に絡んだ発言で、太平洋上で中国軍とロシア軍による爆撃機、指揮統制機、タンカーが参加する統合爆撃機パトロールが数回行われたが、大規模なものではなかったと指摘したことのみであるため、J20 に言及したことについての信憑性は低いと見られているわけだ。J20 は中国航空工業集団公司が、中国空軍のために開発した双発ステルス制空戦闘機で、
アジアでは最初に運用された第5世代ステルス戦闘機であるとされ、アメリカ軍とロッキード・マーティン社が世界に先駆けて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークの技術を参考にしたとの噂があるね。F-117 は1983年10月からアメリカ空軍によって運用された世界で初めて実用化に成功したステルス機で、1999年にコソボ紛争の際に撃墜された機体の残骸が中国に渡ったことが明らかになっていることからそのような噂が広まっているんだけど、中国軍側ではこれを否定しアメリカ軍側も懐疑的な見方をしているよ。J-20 の初飛行は2011年1月で、2017年から運用が始まり、2021年末までに200機ほどが生産され実戦部隊に配備されていると見られているんだ。機体はかなり大型で、同じ第5世代であるアメリカの F-22 やロシアのスホイ57より一回り大きく、機体前方のカナード翼と後円に向かって緩い前進可動を持つデルタ翼に近い主翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼を採用しているな。この形式はユーロファイタータイフーンやラファールなど、ヨーロッパの戦闘機によく見られる形式であり、垂直尾翼などの傾斜は胴体側面の角度と等しくなっているぜ。このカナード翼と垂直尾翼はどちらも誘導式で、垂直尾翼は90度近くまで作動することからエアブレーキの機能があると見られているらしい。機体のステルス性能についての詳細は不明だけど、F-117 のステルス技術を参考にしたとの説にもとって F-117 のレーダー反射断面積値 RCS である 0.025 平方メートルと同程度とする見方があるよ。このレーダー反射断面積値小さければ小さいほどレーダーに映される姿が小さくなり、アメリカ軍機における RCS 値は、第4世代の F-15 イーグルが10平方メートル、第 4.5 世代とされる FA-18E スーパーホーネットでは1平方メートルとなり、第5世代の F-22 と F-35 では 0.005 平方メートルなんだ。また、J-20 のアビオニクスは最新のものが搭載されていて、アクティブ電子操作アレイエイサレーダーを搭載しており、約22,200個の送受信モジュールを備え、その出力電力は 24kW に達するとされているね。また、送受信モジュールの数と出力電力の大きさは F-22 に搭載されている ANAPG-77 を上回っているために、J-20 が搭載している AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長く、より早期に相手を発見できる可能性があると推測されているな。加えて、J-20 には F-35 の ANAA-937EODAS によく似た分散開口システム DAS を採用しており、機体各部に複数のセンサーを備えていると見られていて、機種の下面には F-35 と同じように EOTS-EOTS-86 が備えられていて、対空目標の捕捉と照準が大きく強化されているとの指摘があるぜ。そして、J-20 に搭載されている2機のエンジンについては初飛行当初から様々な噂があるが、試作初号機ではロシア製のサプールン 117S ターボファンエンジンが搭載されていたと見られ、2号機には中国製エンジンの WS-10G が搭載されたと言われているらしい。J-20 には本来であれば専用エンジンとして開発が進められていた WS-15 が搭載されるはずであったが、試験で爆発事故などを起こしたためその開発が大きく遅れており、実用化された機体にはロシアのスホイ27フランカーに搭載されているサプールン AL-31FM2 が採用されていたよ。しかし、その後 J-10 や J-11 に搭載されていた WS-10 において、水力と信頼性が向上した WS-10C が開発されたことから、WS-15 に代わり暫定的に WS-10C が搭載されて量産を開始したと見られているぜ。なお、J-20 では第世代戦闘機としては世界で初めて複座型の機体が製作されているのが明らかになっているのだが、これはいわゆるロイヤルウィングマンと呼ばれるステルス無人航空機とのチーミング構想において、航跡の乗員がそれら無人航空機器の統制を行うためと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。